あと6人。頑張れー。あ、あと5人。わかんねえ。あと、あー、すまねえ。誰か1人。おー、いいの？大丈夫？ごめんねー。どなた？覚えてよ。兄、ああ、いいね。ちょうどいいわ。じゃあ、抜けてくれ。よかったわ。俺の偽物いた？じゃあ、皆さん、始めさせていただきます。いやー、楽しそうではないか。じゃあ、私が実況させていただきます。実況するのは、エルスターシュンシュンですね。これ紙視点なのかな？なんか俺動けるけど。あ、始まりましたね。では、皆様、よろしくお願いします。ね、ちょっと見てみたい。ちょっと俺動いてくるわ。なるべく公平性保つために、まあ、後で見てくれたらいいなっていう感じはします。キャラクター選択、チーム1、チーム2、チーム3、チーム4、チーム5となんかあるんですけど、みんなで自分のね、大好きなキャラクターを選んでいただけると、私は嬉しいと思います。おいおいおい、キャッソー使いが何人いるこれ。まあ、何人いるかとか言いません。何人いるかとか言っちゃうともったいないんで。でも面白いですね。いいですね。おい、ちょっと強いのいるんですけど。だけど、匿名だから誰かわからない。どなたでしょうか？ちょっとすいません。本当は、お、誰々さんって言いたいところなんですけど。ということで、私は、人を、あ、エルスターシュンシュンおるんだけど、本当に。ということで、何これ？あ、待ってくださいね。なんかこういうのありますね。キルリーダーと見れる最も近いプレイヤー、最も近い敵、最後に攻撃したプレイヤー。ということで、ハイライト。はいはいはい。まあ、ちょっと私、少しずつちょっとやっていくんで、よくわかんないことだったらすいません。ということで、これ、どうやったら、その人の視点じゃない方法があるんでしょうか？ちょっと待ってくださいね。あ、わかった。ホールドにすればいいんだ。そうすれば、みんなを、あ、しかも俺、うまいです。できます、これ。わかりますか？よく見るやつできますね。あー、はいはいはい、理解しました。オッケー、だんだんわかってきました。間に合わなかった。こんばんはということで、みんなのね、視点を見ていきましょうかね。どなたか戦ってる人がいないかって見たいんですけど、チームが切り替えできませんね、これね。最も近い敵。プレイヤー名、チーム10、チーム11、プレイヤータグが消せる。まるでプレイヤータグかな？誰かさ、戦ってる人ってどうやって見つけるんだろう？それが気になる。どうやったらこれ戦ってる人が見れるのかな？最後に攻撃したプレイヤー、これか！む！チーム21が死んでる！ちょっと待ってみんな強い！待ってくれ！俺が今、設定を見ているんだ！最強すぎる！少々お待ちください！ちょっとみんなの視点を見たいのに、私すごい困っております。ちょっと皆さん、あ、ここですね。ここですね、じゃないんだよ。ちょっと待ってくださいよ。みんなの勇姿を見たいのに、どうやってやったらこれいけるんだ。最も近い敵。で、戦いそうなところ伸ばして、だから見に行けばいいんだ。戦ってる、ここ。待ってね、これをホールドすると、これさ、さあ、ファイトしております。ランポッポ様とネズミさんですね。素晴らしい戦闘を見ております。ワットソンとエルスター使っている。今のエルスターはクソザコです。だけど、めちゃめちゃいい勝負しておりますね。これは、勝てるんじゃないですか？セルを、いや、音が聞こえていない！かわいそうすぎる！ということで、ランポッポさんが勝ちました。素晴らしい勝利。素晴らしいけど、今のは聞こえていない！かわいそうすぎる！では、他に見ていきたいと思います。次は、このパッキングダックって方が、ちょっとね、全員を本当は映したいんですけど、申し訳ないことにできない可能性もあるんで、それはね、ご了承ください。どうしてもね、できない時があります。え、どういった？これ多分どっかの画面にやってて、それでそこからマップで飛ぶってのが正解なんだな。あ、ここ戦いそうですね。ここ飛んでいきましょう。ここのファイトを見ていきたいと思います。強ナルド様と、相手様、ランラン様ですかね。これをじゃあちょっと見ていきますかね。はい、戦っていきます。さあ、ヒューズとバンガロール。どっちが勝つのでしょうか。おーっと、ローリングサンダー。さあ、ランラン様は逃亡。敵前逃亡。これは許されざる行為。さあ、どっちが勝つか。うおおー、学校じゃない。これはなんだ、これ。マットマギーじゃなくて、やべえ。やべえ！名前が出てこない、これは。なんていう名前だ、こいつは。ヒューズの、ウルトロ。いや、これ実況としてはもう終わってますね。何を、
マザーロードだ。やっと思い出しましたね。ちょっと俺もうね、使ってないキャラクターはもう全て忘れるっていうね、呪いにかかってるんで、これはしょうがないですね。ということで、さあ、ランラン様が戦っておりますと。さあ、いい感じに、マップの、マップじゃねえや、地形を利用して、うお、強い！うお、うますぎる！うお、強ナルト選手が勝ちましたということで、素晴らしい戦いでした。いや、素晴らしいですね。今のピースキーパー、多分70ぐらいはダメージ入ったと思うんですけど、すごすぎましたね。そろそろじゃあ一人称視点で見てみるっていうことも可能かもしれない。じゃあ見てみますね。まあ、ここにエルスター終始いるんですよね。どこがファイトしそうかな。あ、ここファイトしてますね。ここ見ていきますか。おっと、いきなりチャージライフルの音。これは天才でございます。さあ、まず一人称視点を見ていきたいと思います。最も近いプレイヤーに当てると戦闘ができます。最も近い敵だとこうなりますね。さあ、どっちが、チャージライフル、オルタネーター、昔の俺みてえな構成を持っております。対して相手は、ミーという方ですね。おっと、マスティフが危ない！うおー、ワンチャン！惜しすぎるー！なんて惜しい！今のはマジでワンチャンあったー。ということで、この人の、まあ、老婆の方が勝ちましたね。今のマジで惜しかったなー。なんかワンチャン、って感じだったな。ということで、もう一パーティー。来ました。今度はサーティーさんが漁夫に来ましたね。さあ、漁夫いますが、当てられるけど惜しい。ちゃんと逃げることが可能になりました。でちょっと見ていきます。おっと、ガチイケネーがおります。しかもニューキャッスル宴会ブームしておりますね。これはすごくいい動きですね。これはね、神です。正直これはもう天才ですね。あのね、宴会ブームしときゃ勝てんだよ、カスタムなんて。カスタムはね、宴会ブームしときゃいいんすよ、マジで。これでこの人は天才でした。お肉をたくさん作ってもらって、よろしくお願いしますと。ということで次はどなたに行きますかね、これね。ファイトしそうならここかな。ちょっとここ飛んでみますね。プロシクレットっていう方と、もう一人は、やばい！やばい！強い！これは非常にまずいです。最も近い敵は、エルスターシュンシュンでございます。俺の偽物なのか、もしかしたら本物。ネメシスプラウラー、偽物ですね、これは。いや、逆か？これこそ、偽物じゃなくて本物かもしれないですね。エルスターシュンシュンって、エルスター使わないんで、これ多分合ってますね。これすごくいいですね、これは。逃げております。いや、これは聞こえていない！聞こえていません！これ非常に問題ですね。これね、あ、今3人称視点になりました。フラウラー、おー、素晴らしいダメージ。いやー、これはちょっとね、パスの人からしたら地獄ですね。正直、ブラッドハウンドはね、ちょっと、ウルト展開中はちょっと強すぎるんでね、マジで。これは、おっと、青リンゴさんが漁夫に来ました。さあ、お見合い中です。どちらが勝つでしょうか。では、ちょっと見させていただきます。さーて。いや、これは一人称してんでいいや。青リンゴ選手は、こうすると、スモークを焚いて、相手を翻弄していきます。ですが、こっちも何も見えない。黙々しております。これは、どうしたものか。バンガロール難しいですよね、マジで。やられてしまった？お前です、ちょっとね。全員分映したいんですけどね。ちょっとやっぱこの、戦闘中はできればやっぱね、この視点になっちゃうところありますね。逃げた瞬間他のやつにやるんですけど。さあ、アークスターを投げて、牽制し合っているからの、なんかよくわかんない、そう、な、これ、なんだっけ、名前が出てこない、この、ローリングサンダーのもうさ、使ってないキャラクターの名前がマジでわかんねえ。おっと、エルスターシュンシュン、死んでいいのか？エルスターシュンシュンは死なない。エルスターシュンシュンは死なない、頑張れ。やばい！うおー！勝てるのかよ！マジか？あ、ここもファイトしています！ミラージュ VS スピットファイア選手ですね。あれ？ボブってことはボブさんがこれ。こんにちは、このブラハの、人、前風邪一緒だった、マジで。さあ、戦っております。しじみ選手とボブ様ですね。さあ、ミラージュの、
使い方がすごいです。おろーっとまずい。うわえこれ待って別の選手じゃねえかよ。なんかいるんだけどレイスがギョヘって逃げてしまった。なんということでしょう。今度はケンカンカンカンナトリス様ですかね。これはメンションというかアットがついてるんで皆さん調べましょう。ぜひぜひあれぜひね、この配信ね入った人で YouTube とか Twitch に帰った人はねぜひぜひ調べてあげてください。そう多分ねみんなとしては多分せっかく時間使っていただいてるんでね私の配信で少しでも伸びればいいなと思います。いやーミニピーキーかわいそうだなマジで。さあどっちが勝つでしょうか。おっと音が聞こえていない。だけどものすごいレレレをすることによっておっとうまい。さあちょっとミラージュ選手がまずい。おウルトがおどれが本物かな。俺にはわかりません。いやわかりますね。やばいです。蹴破られる。まずい。お頑張れ。何が起こるかわからん。両方頑張れ。どっちも勝つんだ。いやー素晴らしいパンチ。これは誰も止めることはできない。何これホープスダスク格闘。いやとてもいいパンチでした。俺パンチすると全部ね外すんでまあ終わりですねじゃあちょっと次の選手を見ていきたいと思います。誰かファイトしてるでしょうか。おここファイトしそうですね。ぼちちょっと見れてない方いましたらマジで申し訳ない。ちょっと俺初めてなんでねこれマジで。おっと、最初に出てくれたら AG フェナ様と相手の方はスヨナルド様ですね。さっきの選手ですね。これは。あれ、なんか、レインボーババっていう人に言っちゃった。ちょっと待って。レインボーババっていう人がさ、なんか、いるのちょっとシュールなんだけど、なんか、いや、いたぞ、今。ちょっと待ってくださいね。これどうなってるんですかこれ。さあ、待っております。どっちがどうなるか。完全に漁夫体制でございます。素晴らしい。これさ、高さ変えらんないんだよね。これ変えられる ?9 でか。こうか。はい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 。いやーさあ、でもこれやっぱあれだね。ゆっくり動かすんだらこっちだな。これだったらゆっくり動かせるわ。さあ、これは、ちょっと何かを嗅ぎ取り、感じ取ったのかな?後ろにいる選手が、おっと、まずい、これは、どうなる?あーはい、なぶねーすーごいやばい。さあ、強なると選手が、これは、いいって呼んでいいのかな?レス様と、レインボーババさんと、フェナ様ですね。3名に囲まれております。いや、これから逃げられるのか?やばい!これはどうなる?いやー、これは、きついか?意外といける。お、待ってね。さあ、フェナさんは、ジャンピング。そして、強なぞの選手とレースさん。お!これ4人全員これ、逃げましたね。これちゃんと考えられてますね、しっかり。まあ、俺だったら全員殺しに行っちゃうんですけど、それ一番やってはいけないこう動きなんで、これすごくいい動きですね。素晴らしい。ちゃんとバトルロワイヤルってものをね、なんか、理解してますね。うん。次は、誰にしようかな。強いですね、皆さんね。おっと、なんかイルスター選手が、なんかボコボコに打ってますね。おっと、先ほどめちゃめちゃ強いと言われていた人が敵同士になっております。素晴らしいエイム。さあ、ちょっとこれはタグを消していきますか。おっと、違った。うわー、相手の選手、めちゃくそ強いです。これもしかしてさっきのあれですかね、プレデターの方ですかね、多分。これめちゃめちゃ強いですね。さあ、今度はレス様と、カナトリス様ですね。あ、これでプレデターなんということでしょう。最強が紛れ込んでおりました。最後に攻撃したい人って何?誰かが撃った瞬間そっちに飛ぶのかな?最も近いプレイヤーってやると、そっちに飛んで、キルリーダーって、キルリーダーはこの方なんですね。オッケーです。お、素晴らしいエイム。さあ、この状況、どうなるんでしょうか?レス選手は逃亡。そして、カナトリスさんは、カナトリス様は、
国突撃。素晴らしい。おっと、ここにはひよこ選手が待ち構えておりました。だけど、これ、どう、おー、ちゃんと引くんですね。よかった。びっくりしたぜ。さあ、どっちが勝つでしょうか。おー、クッソ、どっから飛んできたんだ。ここに何かいるぞ。ここに何か、クッソ投げてる奴がいるぞ。あれ、ちょっと待ってくださいね。これ、ヨッチン様とかもいるな、これ。まあ、とりあえず、お、さっきの完璧ムービングの、これはアクセル様ですね。あ、この人だよね。違うっけ。あれ、画面が下いけない。助けてくれ。下向けないぞ、画面が。高さが変えられない。なぜだ。変えられました。素晴らしい。さあ、こうなっております。あれ、これ、ニューキャッスルの方ですよね、これ。おー、素晴らしいですね。しっかりと、しっかりと、あれをしております。バトルロワイヤルやってますね。そう、これがバトルロワイヤルよ。戦いすぎだよ、みんな。マジで。では、私は、ここから、フェラ様を見ていこうかな。ファイトしてる人が多分それぐらいなんだよね。ちょっとマジで見れなかったらマジで申し訳ねえ。多分何人か見れてない。ガチでそれは、許してくれ。むずい、正直。どこが戦ってるかみたいな。おーっと、とんでもない攻撃が横から飛んできました。誰が攻撃したんだ、これ。チラ見します。ちょっと私も一緒にチラ見しに行くわ。なるほど。さっきのプレデター選手ですね。やっぱエイムがいいですね、ちゃんと、プレデターの方は。いや、これだよな、でも。おーっと、マットマギー、マットマギー、素晴らしい。同居しております。同居しております。さあ、どうなる。やはりスキャンキャラもいないんで、今回の街多分ほぼほぼスキャンキャラがいないような状況なんでね、多分これは気づくことはできないでしょう。まあ、気づいたら、ちょっと野生の感が優れすぎて、いや気づいている、すごい、すさまじい、すさまじい、あった攻めてしまった。あー、聞こえておりません、かわいそすぎる、なんということでしょう。無慈悲な99188が見えてしまいました。なんということだ。なんでこのゲームは音が聞こえないんだ。お、待って、他に戦ってる人いるか。この実況とかしても面白い。いいね。ちょっと俺もね、楽しくなってきちゃったぜ。おー、またレインボーババさんが後ろを取っている。なぜこの人さっきからバレないんだ。マジでさっきからずっと背後を取っているぞ。お、背後の背後を取られそうになってる。お、ファイトしてる、ファイトしてる。お、音は聞こえておるようですね。結構音でかいな。1対1だと音聞こえるもんなのか。あーっと、真上にいる。どういう状況これ。あー、いや、どっちも分かっていない。音があまりにもかすすぎて、どっちも状況が見えておりません。これなんということだ。エーペックスレジェンズ、これを見てください。これ見たら分かるだろう、どんだけ音がおかしいかって。どっちも気づいてねえぞ、どっちにいるか。お、ウルトを抱いて、お、レインボーババ様は逃げた。そしてヨッチン様は RE45 っていうぶっ壊れ武器持ってますね、これね。素晴らしい武器です。さあ、見ていきましょう。RE45。そして後ろから迫る何か。何かいますね、これ。まだ強なった選手は、これ何？いや、でもここのファイトみたいな。あ、なんか後ろからの援護がムカつきますね、これね。あ、頑張れ。おお、いい遮蔽の使い方だけど、惜しい、惜しすぎる、1ミリずれている。おーっと、レインボーババ様また逃げて、誰かの、はい、うまい、普通にうまい、うまい、遮蔽の使い方がうまい、すごくうまい。なぜ、なぜ遮蔽が使える。俺が戦った時は全員遮蔽が使えないのに、なんかこのカスタムデータの人全員強いんだけど。いけ、うわー、惜しい。だからさ、すごく気になるのがさ、なんかいるよね。どうだ、なんかいるよね。隠れておりました、素晴らしい。うわ、今度はレースさんは車の中にいますね。あ、こうすれば上行けるのか、理解したわ。お、強なるの選手、レース様に突撃かましております。さあ、どちらが勝つんでしょうか。おっと、あっちはレインボー様が勝って、お、ニューキャッスルの方が死んでしまいました。惜しすぎる、使われてしまっております、自分の。うお、泣き者に。おー、ちょっと待ってくださいね。こっちはどういうファイトしてるんですか。忙しいですね、皆さんね。おっと、どっちを見れば俺はいいんだ。なんか、強なると選手は結構ギリギリの、なんか、もう、危ねえ、死んでしまった、かわいそうに。じゃあ、あと残るは4名ですね。レインボーババさん、レス様、カナトリス様、フェラ様ですね。素晴らしい。こんばんは。いや、めっちゃ強いよ、マジで。みんな頑張れ、
みんなだったら勝てる、諦めるな。相手の選手ちゃんとエイム練習していると思います。超絶エイムいいですね。皆さん頑張って戦いましょう。さあレインボーおばさんとレスさんが突撃かましている。残り1人に突撃、いやーこれは 1v1 になる可能性、いやーまずいです。プレデター VS になってしまいました。いやこちらももしかしたらプレデターの可能性、どうすれば見えるんですかこれは。HUD ってやると見えますね。見えますけど、この人がどういうプレイヤーかっていうのはちょっと私には分かりませんね、これね。あー、ワンブイワン、エイムが良すぎる。頑張れ頑張れ、あー、危ない、あー、リングにお尻が焼かれてしまいました。惜しすぎる。最終リザルトはカナトリス選手です。ナイスチャンピオン。何キルしたのこれ、5、6キルしたのかな。いや素晴らしい立ち回りを見させていただきました。みんな素晴らしい動きですねこれね。いや惜しい、楽しすぎんな。こんばんは、こんばんは。いやめっちゃ面白い。いやということでね、めちゃめちゃ強かったです。皆様面白かったですね、本当にありがとうございます。